ライスツーク車両下側からのルート長望ライスツークは、オーストリア共和国ザルツブルク州ザルツブルク市にある、方円ザルツブルク城への貨物搬入を行うための、施設のフニクラー鉄道である。当鉄道は、1495年、または1504年のいずれかにまで遡ると、信じられている、最高齢の鉄道として有名である。方円ザルツブルク城への公共アクセスを提供する。 フニクラーとして1892年より運行されているフェストゥングスバーンをライスツークと混同してはならない。東路線は後にザルツブルク大主教となるマッテウス・ランクス・ウキ教によって1515 15年に最初に文書化されている。これらの日付は世界で最も古いと知られているフニクラー、かつおそらく最も古くから存在していた鉄道とみなすことができる。 ライス通区は城壁を通じて当初のルートを未だにたどっている。ライス通区は城の塔壁の下側にあるノンベルク修道院の敷地から始まっている。その後、五道神の防壁を通過する途中で、ライス通区は中央の城塞中庭へと65%の勾配で上昇している。出入口の角、壁を通路線が通過する地点で、 それぞれ頑丈な木製ドアによって閉じることができる。出入口の存在及び明白な歳月は、ランク数気境による、道路線の説明を立証するのに貢献している。道路線では、当初そリ上の走行車を利用していたかもしれないが、木製レール及び車輪はすでに採用されていた。運搬は、大麻繊維のロープによって行われていた。年までは、人間、または、 動物の力によって、道路線を作動させていた。長年にわたって、道路線は改修されており、最近では1988年から1990年に何度か再構築されている。今日では、道路線は、構成レール及び構成ケーブルを使用している。電気モーターによる牽引が行われており、その運行を監視するために閉会路、テレビシステムが使用されている。 道鉄道は現在変化しており、路線は以下の技術諸限となっている。ありがとうございます。